先日、レンタルビデオ店にて、エクスカリバー鍛錬用の、ちょっとアダルティな映像をチェックし、厳選に厳選を重ねてレジへ持って行ったところ、なんと、店員が、中学校時代の同級生、かっこ女子でした。これはやばい。そう思った私ですが、もう商品を渡した後だったので、聖人君子のごとき、平静を保って、その場を乗り切ろうとしました。しかし現実は残酷です。その子から久しぶりだね九太郎くんと声をかけられ、私滝のように汗が噴き出しました。どうする、死が起きるかと一瞬頭をよぎりましたが、おいちょい待て九太郎、嘘をつくのは男がスタル、ここは堂々と振る舞うのが紳士の紳士たるゆえんだろうと。というわけで久しぶりだねと返事をしました。その後もその子はにっこりとしたままレジを進め、何事もなく生産は終了しました。あの子はどう思っていたんだろう、内心聞いていたのだろうか。そんな思いを抱えながら帰路につく私、しばらくあのお店には行けませんでした。というわけで今もピンチです。助けてください。これはもうエールと思えないわ。もうワン作品聞きましたよ今ね。いい作品だったね。いい作品でしたよ。伝わってきたよね。でしょ、状況がなんかもうピンチ感伝わったでしょ。ねえ、私もね、キュータルクになりきっちゃったよね。すごい、これは最終回にふさわしいメールだ。ふさわしい、もうドラマティックでしたね。いやでもこれは危機でしょう。それでは、はい、朝ポン、うん、こちらの危機判定をお願いします。こちらあげましょう。ありがとう。180段文句ないでしょ。文句ない、伝わったもん。伝わった。だってもうこれまあ結局はこの場で何を話し合うかっていうと、この子がどう思っていたかですよ。なるほど、うん、どう思います。まあ同級生とはいえね、別にそういうお店でレンタルビデオ店に働いてるわけですから、そういうビデオ持ってくる方がいっぱいいるのは慣れてるとは思うんですけど、まあやっぱりあこういうの見るんだと思いますよね、その内容も気になりますけどね。どんな内容でもね、その女子の方はにっこりとされていたというのは気になりますよね。ニヤニヤしたかったんじゃないですか本当は、こんなの見るんだと思ってたんだけど、隠してのにっこり、あじゃにっこりと感じたのは九太郎さんだけで、女子的にはニヤニヤだった。ニヤニヤしていた、こんなぐらいしてんねて。もしくは、なんていうか自分もお気に入りのやつだったとかね。あなるほど、九太郎くんと趣味が一緒だなって、っていう。だから話しかけに行けばいいんですよ、お店に。ああ、なるほどね。会社に行った時に、いや、これ良かったよ。感想を述べる。おお。そうそうそう。でもね、どういう反応が返ってくるかね、楽しみですね。